はい、どうも、こんにちは。今日はですね、e ゲーマーの、たゆかなさんでしたっけ？たゆかなさんが、なんか、身長170センチ以下の人を、なんだっけ、人権がないだとか言って、なんかそういう発言をしちゃったことが、結構炎上しちゃってるみたいで、まあ、それに対する僕の気持ちっていうか、まあ、ちょっとそういうのが話せればなって思ったんですけど、まずそのタイカナさんはなんかナンパ？そのなんか自宅で、まあ会社は控えるけど、まあ某配達員の男に、その身長の低い男の人になんかすごいしつこく自宅でナンパされたらしいんですよ、確か。でそれでなんかだからこう話の流れでこう、まあ、身長の低い人は男は人権がないみたいに言っちゃったっぽいんですけど、それは拡散してるみたいで、でなんかそういうついつい言っちゃったことだし、なんかそんなに炎上させる必要あんのかなって僕は思っちゃうんですけどね、正直。うん、そんな寄ってたかっていう必要ある？まあ敵が多いんだろうけどね。日本人なんか特にさ、170センチ以下ってもさ、多分下手したらかなり半分ぐらいがの人がそうなんじゃないかなって思うし、そんな言われたらね、日本人の半分を敵に回したってことを考えたら、まあ、半分は多いかもしれないけど、ちっちゃい子とかもいるから、うん、半分近くを敵に回したって思うと、まあそうなっちゃうのかなと思うけど、でも別にそんなのさ、言葉のあやっていう、なんかなんていうの、なんかそういう、しょうがないじゃないですか。言っちゃう。その時の感情でちょっと言っちゃっただけでさ、それが広まってさ、そこまで叩かなくてもいいんじゃないって僕は思いますけどね、正直。うん。別にね、本当にだって人生豊かに暮らしてるんだったら別に、そんなん言う必要ないんじゃないのって思うんだけどね。僕はね。まあ、そうだ、そんな、女の人をさ、そんな言ってたかってさ、いつまでも言わんでもいいんじゃないの？なんかちょっとね、そういう、言ってたかってさ、やる、言っちゃうような感じが、なんかこう、日本人も全体的になんか成長してないなっていうか、何も今までのと変わんないじゃないですか、そうやって。寄ってたがって一人の人をさ、いろいろ言って、うん、だからなんかそんなに、まあ反感を買うこと言っちゃったのかもしれないけど、でも別にそんなに言わなくてもいいんじゃないのって僕は思ったっていう話でした。まあ、ちょっと久々に動画アップしたんですけど、うん、まあ今後これからまたなんかアップするかもしれないんですけど、まあ、よかったらぜひ見てください。というわけで、じゃあ。